ドアラが自転車に乗って登場です。バク転のトレーニング中に着地に失敗して左手の中指を骨折して、今バク転のドクターストップを言い渡されているそうです。だから自転車なんですね、はい、骨折を早く治したいと書いてあります。昨日はあのカルシウム取ってますと書いてありました。あ、どうですか。はい、じゃ毎日違うんですね。しかしあのぬいぐるみってね、バク転するんですか、すごいですよね。大したね、これも大変な運動神経だと思いますけれども、すごいですね。もうドラゴンズに言いましたけど、この人の正体は知らないですね。そうですか、はい、あの筆談ぐらいはされたことありますか。いや、控え室がロッカーのじゃないので、ええ、球場 の, あのロッカーでは合わないですね。ドアラが自転車に乗って消えていきましたが、